皆さんこんにちは。4月1日という何と言っていいか分からない日ですね。エイプリルフールというのもありますけれども、お集まりいただきましてありがとうございます。今日はこちらに来てですね、びっくりしたのは人会館にこんなに人がいないというのは初めてでありまして、言語発表の日だからみんなそっちに行ってるのかなと思ったら、よく考えてみたら統一地方選挙で議員の皆さんが全部地元に張り付いていらっしゃるわけでありまして、国会議員の皆さんは今回今の時期は関係ないわけですけれども、やっぱりそこで顔を出しておかないとまずいという多分こともあるんだろうなというふうに思っているわけであります。今日はですね、本当にお忙しい中、多分4月1日が仕事始めの方は多分いらっしゃらないかと思うので、私たちと同じぐらいの年代の方がすごく多いかと思いますので、安心して歌えるかなというふうに思っています。今日は白崎恵美さんと、それから佐坂誠さんをゲストにお迎えして、十分に言いたいことを言ってみたいというふうな感じしたいと思いますので、よろしくお付き合いいただきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ上越市、この30何年間か、今年45周年だったんです。でこの間上戸で、コンサートをやらせていただきまして、そこに足を運んでいただいた方もたくさんいらっしゃいます。本当にありがとうございました。45年の間で、いろんな曲を歌ってきたわけですけれども、私たちが一番長くテーマソングとして歌った白川遊牧一山百問から行きたいと思います。今日おいでの方はほとんど何回も聞いていらっしゃる方も多いと思いますので、今日通訳なしで、長い弁のままで歌わせていただきますので、よろしくお願いします。白川遊牧一山百問。
1991年にできた歌なんですけれども、そこからもう本当に30年経ってるわけですけれども、なんか地方とこう都会という、まあ、首都圏との差っていうのはますます大きくなってくるなというのをすごく感じてるんですね。で、昨日の泊まりはですね、この、永田町に、珍しく永田町、初めて泊まった永田町に初めて泊まりました。で、まあ、外に出ても飲むところもないというちょっと情けないところではあるんですけども、コンビニの前に警察官がいるというこのね、なんかちょっと怖いなみたいな感じはしたんですけれども、で、ちょっと出て有楽町とか新橋に行くとですね、今日はお祭りなんだろうかと思うほど人がいる、晩餐がいるという、こう本当にこの長井との格差をすごく感じてしまいますね。名前はもう夕方6時になると人は誰もいなくなるんだけど、本当に、まあ、静かでいいんですけどね、それはいいんですけど、ちょっとあまりにも差がありすぎるなというふうな感じにしてます。で、最近田舎で流行ればですね、ドラッグストアがすごく流行ってまして、長井ではですね、人口2万8000人今度6店舗なんです。すごいんですよ。で、コンビニがだんだん淘汰されてくるというようなね、まあ、変なことになってまして、ちょっと都会では感じられないかもしれませんけど、まあ、そんなになってます。で、最近だんだんドラッグストアの生鮮食品が国営になりまして、そのうちスーパーで取って代わるんじゃないかなというのを思ってます。まあ、そんなこんなで、ある農業青年の師匠に行ってみたいと思います。せっかくですので、私たちの思ってどんなことやるか、明日帰るんですけども、帰るとも田んぼの準備が始まります。で、田んぼ分けをしなければなりませんので、帰ったら次の日が、温湯消毒ですね。お湯で炒め物を消毒するっていう。で、昔はね、薬剤を使ってやってたんですけど、できるだけやっぱり薬剤を使わないようにしようということで、60度のお湯でですね、ジャーニングロール10分間ですね。で、すぐ冷やさないとですね、ダメになるんですよ。ですから雪を入れたその水槽にですね、60度の水10分入れたやつをこう入れて冷やす、それをやらないとですね、全然芽が出なくなるという、まあ、いろんなことがあるんですけど、そんなことが始まります。まあ、そんなこんなで、まあ、この青年の師匠が亡くなってから、私たちがそれを引き継いでですね、農業青年の師匠ということで歌っておりますので、お聴きいただきたいと思います。2019年版で今日はどんな風になるかですけれども、まず楽しんでいただければと思います。では参りましょう。ある農業青年の主張2019、なんだっけ、新しい言語は令和元年版です。俺の田んぼあなたのとペタペタいたの家ができた。ある日田んぼに堆肥を撒いてたら、奥さん飛んできてこう言った。やめてください、そんな汚いもの、うちの前に撒くのは。あ、できるものなら、できるものなら、こいつに俺は食わせたくない。気持ちだけは中流家庭、中流家庭、奥さんが来て稲の苗見てこう言った。まあ立派な芝生ですこと。バブルが弾けてからリゾート開発がすっかりスタビルになったというのに、お宅でもまたこんなにたくさん芝生を植えて本当にこれから大丈夫なんですか？ああ、できるものなら、できることなら、こいつに米は食わせたくない。田植えをしていたお松のある日、子供を連れて奥さんが来た。泥にまみれた
強しないとね。勉強しないと大きくなったらあんなことしなくちゃいけなくなるのよ。そんな一昔前のお相撲さんの名前みたいなお米はもう今時は流行りませんよ。お米といえども大切なのはネーミング。例えば夢ピリカとかミルキークイーンとか、そういう素敵な名前じゃないと今時の消費者はお米に手を出しませんの。そのネーミングという点でですね、あの山形の新しいお米の名前がですね、雪若丸ってなったって、果たして一体いかがなもんでございましょうかね。しまえばこっちのもんだと、ついつい本音が顔を出す。先ほど新しい元号を発表いたしました。令和と申します。あれ令和ってどういう意味でしたっけ。ちょっとお待ちくださいスマホで今見ますもんね。令和令和、受賞料はなかなか出てこないので、はい、書いてあります。じゃあ令和を皆さんにお伝えしたいと思います。人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つという意味が込められていると官房長官は申されております。官房長官ですか、安倍じゃないですか。安倍さんですね、失礼いたしました。というのは、まあ、表向きの話でしてね、実を言いますと、この意味に込めておりますのは、私が国民に対して命令を下して統率する、運転一応火の玉の、状況を作り上げる、そういうことでございますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。1時間ちょっとで考えたということでございますね。本当ほとんど一発芸に近いものがありますが、このまま喋っていいか、まずどうぞ。そうですね、あの農業の現場でいるとですね、まあ、さての種の話をしたんですけれども、まあ、あの去年、おととしになりますね、去年、種子法というのが廃止されて、で、まあ、これから種がどういうふうにこう動いていくんだろうという中でですね、まあ、よくあの私たちで一番関係あるのはやっぱり行政で作っていたその土地に合った品種というものに対する、まあ、予算がなくなってくると
というようなことが、まあ、一番大きなことになってこう多分響いてくるんじゃないかなと。それからもう一つはやっぱりこう自分たちで種を取ってそれをやっぱり守っている人たちがいます。私たちもそうなんですけれども、やっぱりそういうこう最終的には農家がその自家採取をするというところまで網をかけようというような魂胆が見えるというようなことですね。で今も実はその私たちも今品種を3つぐらい守っているという仕事をしているんですけれども、お米の場合だとですね、メジャーな品種以外はですね、メジャーな品種はですね、農協さんとかそれから業者さんから種を買ったもの以外は食に出荷できないという、もうそういう決まりになっています。ですから例えばコシヒカリとコシヒカリ、松屋姫だったら杖姫というね、雪若丸というのもありましたけれども、それをこう巻いてですね、で取れたものから、それから雪若丸を自家採取して、それを取ったものを雪若丸として出荷してはいけないという、買ってくれないということですね。まあ、そんなふうなことになってます。ますますそういうのが進んでいくんじゃないかなと、まあ、非常に心配するわけですけれども、であとやっぱり虎視眈々とこう狙っているのは今こうお米と穀物のですね、種というのがほとんど国内で自給されているわけです。もう野菜はもうほとんど外国で作っているものだと思っていただいて間違いないと思うんですけれども、まあ、それのやっぱり市場を狙っている人がいるというふうなことなんじゃないかなというふうに思います。実際に横澤君は花作り大根という、本当にちっちゃい、ね、ヘレンケラーの話をどうぞ。うちのところが花作りっていう地区で昔からそういう名前がついてる地区なんですけど、そこに花作り大根っていう大根が伝わってきてるというか、ちっちゃくて硬くて苦くて食えないみたいな、でもそれをね漬物にしてするのに硬かったんで加工がずっと長く受けたということで、昔はそれも必要として作られていた大根でした。だからもう硬くて苦くて、取れないという三重苦のような大根で、エレンケラーのような大根だなというふうに言ってたんですけども、まあそれをですね、まあなんとかそれを、残していけないものだろうかというようなことで、まあ、自分たちで種を取りながらそれを、まあ、作り続けているところです。まあ、そういう中でも、まあ、新しいその大根の魅力っていうのと、やっぱりそういうふうなその大根としてできてきたその食文化っていうのをなんとか伝えていけないものかなという気持ちで頑張っているところです。ということで在来種を守る活動っていうのがあちこちで行われてまして、で長崎の岩崎さんという在来種をですね、何十種もこう自分の農園で種を取りながら生活している方がいらっしゃいます。でその方が言っている種を取るというのは種を生やすというんですね、やっぱり子供を育てるようにというふうなことだと思うんですけど、まあ、それをテーマにこう変えて、くれないかというようなことを青木君に話して書いてくれた種を生やしてという歌なんですけど、もっとちょっとやっぱり種というものがもっと深いんじゃないかというようなことで、歌う前にじゃあちょっとその辺をいいですか、はい、いいですか、しゃべって、はい、東北というのもですね、8年前に地震があって大津波が来て、そして原発事故があって、まあ、こういう自然災害っていうのはしょっちゅう東北を襲ってきたわけです。でもっと怖いのは冷害という、冷害、凶作、危険、こういうのが繰り返し東北を襲っていたわけですけども、それでもやっぱりお百姓さんたちは種というものを大事に大事にどんなことがあってもそこまで手をつけないように守ってきた。でそれを食べてしまいますと翌年の春にもう巻くものがなくなりますから、いくらが死にたいってしまいます。まあ、そういうこともないように種だけは手をつけないで残してきた、まあ、そういう種というものがあったがゆえに、ずっと命がこう私たちの世代にまで、あるいは私たちの子供孫の世代にまでつながってきてるんだというふうなことを改めて言わなくちゃいけないなと思ったのは、津波で、2万人の方の命が即座に奪われてしまった。
命をつなぐことができなくなってしまったわけです。この命がつながって今生きているこの奇跡のようなことをちゃんと歌っておかなくちゃいけないんじゃないかな、そんなふうに思いまして作ったのがこの種を生やしてという歌だと思います。それでは種を生やして花を咲かせて種を実らす茎の枯れる頃愛しむように百姓の手が種をあやす。ゆく百年ゆく千年百姓は種を生やしてきた。明日は種をなくさるために命を未来につなぐため、ここに伝わる種は見てきた。私につながる命の歴史、私がこうして生きているのは生やし続けた種なるお金。いく百年いく千年百姓は種を生やしてきた。命を未来につなぐため、いつしか百姓は種を生やさず、どこかで作られた種をまいてる。そこから未来はまだ見えるだろうか。そこから命はつながるだろうか。いく百年いく千年百姓は種を生やしてきた。明日は何ためをなくさるために、命を未来につなぐために、いく百年いく千年百姓は誰を生やしてきた。8年で福島も去年もう避難指示というのが解除されたところがたくさん多くて、もうそこから1年経ってるわけですけど、先月東京で、コンサートがある時に、なんとか現地の様子をもう一度こう目に焼き付けてから東京に入りたいと思います。6号線を下って、浪江、それから富岡とこうほんの少しの時間ですけども、見てきました。
変わってません。6号線沿いにはまだ人はほとんどというか全くと言っていいほど住んでおりません。で進んでいるのは建物の風化というものだけが確実に進んでおりまして、崩れていく建物をこう間近に見ながらこっちまで来たわけですけども、避難指示が解除されて、1年経ってまだ富岡あたりは500人ぐらいしか、住民の方が戻ってらっしゃってない、先ほど長谷川さんにお聞きしたらば飯舘は、1000人ぐらいの人口にもなってる。ただ戻ってきた人は800人ぐらいで、ほとんどがというか大部分が老人だというようなことになっているそうです。富岡にこれから歌います花は咲けどもという歌のモチーフになった夜のぼりという桜並木があるんですけど、そこにも寄ってきました。当然桜は咲いてなかったわけですけども、女性がですね、女性の作業がその桜並木の期間困難区域の中にまで少しずつ入って、行ってるようですけど、全長 2.2 キロの桜並木の除染がいつ終わるかなんてことはちょっと想像できないんじゃないかなというふうに思います。そんな、なんか時だけが経って風化だけが進んでいくような、原発の被災地の姿をやっぱり歌っておかないといけないだろうなというふうに思います。じゃあ、花を咲くことも聞いていただきたいと思います。原始の灰が降った街にも変わらぬように、春は訪れるもぬけの殻の寂しい街で、それでも草木は花を咲かせる。
響を待つのか。花は咲けども、花は咲けども、春を喜ぶ人はなし。毒を吐き出す土の上、恨めし悔しと花は散る。花は咲けども、花は咲けども、春を喜ぶ人はなし。毒を吐き出す土の上、恨めし悔しと花は散る。それと今日は飯田村の長谷川健二さんに今年もおいでいただいておりますので、長谷川さんの方から、避難所解除解除になって1年、今福島どんな風になっているのかというのことも含めて、お話をいただければなというふうに思います。じゃあ長谷川さん、お願いします。どうも皆さん、こんにちは。どうもな、私もこの甲状腺がんかもしれん、あれも目がちょっとかすれてそのうち話してしているうちにいい声になるんだろうと、まあ、自分自身も期待しているところです。まあそんなところで、ことでですね、今年もやってまいりました院長田町。まあいい年で、鍵防止の皆さんには大変お世話になりまして、私も立石の仮設住宅の方に避難をしておりました。そして毎年鍵防止の皆さんにはですね、慰問に来ていただいて、そしてほとんどが年寄りですから、皆さん大変に喜んでおられました。本当にありがとうございます。そしてさらに最後の方で出てくると思いますけども、鍵防止さんの歌の中に美しい村という歌がありますね。まさに私のふるさと、まあ、飯田邸の歌だな、そんな思いがしています。まずですね、私の代理として原発事故と飯田邸村の件と題しまして、ちょっとの間ご案内をさせていただきたいと思います。まあ本日憲法が改正されましたけども、令和、私は冷たい平和と、そういうふうに思っています。まあ、我々のところにはそういう上だった気持ちはない、そんな思いがしているわけですけどもね。まずこのスライドのようにですね、私のふるさと飯田邸村は非常に美しい村ということが言います。ただその美しい村にこのようにフレコンバック君がなんと235万個あると、ちょっと想像もつかない、まあ、数なんですけども、これが村全体にあると置いてあるということになります。まあ、飯田邸村、福島県のですね、まあ、村としては結構大きいんですけどもね、230平方キロということで、まあ、非常に大きいところ。ただ原発からは直線距離で一番近いところで約30キロ、私の地区、前田地区、45キロ離れています。しかし、そこに、まあ、放射能がやってきたということになります。今もですね、飯田邸村は2年前に避難が解除されました。しかし、未だかつてまだ帰還困難区域の場所がございます。この長泥地区、ここがですね、帰還困難区域、まだ未だになっています。このように爆発をして、もうあれから8年ですよ。そして放射能がなんと飯田邸村の中心ですけど、真ん中
ね、見分けて流れてきた。こういうことが全て隠されたということが言えます。そして我々も少しずつ避難とかそういう部分になってきたわけです。そして計画的避難の区域の設定、1ヶ月後です、ね、それまでに十分我々は被爆をし続けたということが言えます。まあ、これは私は酪農家ですから、で牛の処分ということが言われて、そして処分、殺処分ということを言われて、しかし約半分ぐらいの牛を、まあ、殺処分したところで、私はこの日はですね、やってきました。5月25日、今でも覚えてます。そして国会議員の先生方に集まってもらって、俺米国殺さねえと、なんとかなるはずだということをこの場でやった。しかし残念ながらその場に福島県選出の国会議員は一人もいなかった。私もがっかりしましたけどね。まあそれが幸いしてかどうかわかんないんですけども、牛の殺処分がなくなった、売却という形になります。まあ、そして除染という段階に入っていくわけですけどもね、まやかしの除染、屋根の瓦のを一枚一枚ペーパータオルで拭き取ると、そういうこと、ビニールハウス、ね、ペーパータオルです、拭いて汚すんならこんな心配しね、誰がしも。そして道路ののり面、ね、きれいに除草をして放置で入って、それを売り込むわけです。そしてこの場所に我々の持っている線量計を持っていくと、羽が跳ね上がるという現状なんですね。それは美馬県勢も同じです。そしてこの船コンバック群、福島県全体にはなんと約2300万個のフレコンバックがあると言われています。そしてそれを全て中間貯蔵施設に運び込むという最初の計画だったんですね。計画ってあくまでも計画であって未定なんですね。これ最近の新聞報道で高速道路の盛り土に使うとか、ね、あと先ほどの私の飯舘村の長瀞地区、あそこに運び込むとか始まった。そうすることによって汚染土の量が10分の1になる、そういうことを言ってるわけですね。とんでもないことですよ。ましてやあとは汚染水の問題ありますよね。膨大なタンクの分、私も第一原発に行って見てきました。膨大な量がある。それを規制委員会なんかがですね、薄めて海に流せばいい言ってる。海にそのまま流したって自然に薄まるだ。薄めるってどういう意味なのってことは分かんないですね。そして安心、安全だから大丈夫ですって言ってるわけですね。そんなに安全で大丈夫なんだったら東京湾に流せ、東京の人たちが使った電気なんだ、なんで福島県が東京湾に持ち流せ言いたいです。国では絶対そんなことやらないんですよね。まあそれはやっぱりこれからも私は声を大きくしていきたい、そんなふうに感じています。そしてこれはですね、福島県の方でやっていた県民健康管理調査で飯舘村の被爆線量、これは海部被爆の線量ですけども、統計で出してみました。グラフ出してみました。その結果飯舘村とんでもない断トツの被爆、原発立地の富岡双葉町、
ね、被爆してないんです。それでやろうって逃げたんです。確かにその時はパニックになったかもしれない。しかし被爆は最小限度に食い止めることができたなとそう思っています。それに対して飯舘村避難なくしたくない。それでも1ヶ月後には計画避難の発表がされました。それでも避難しながら村長さんがこんな美しい村捨ててなるものかいたわけですよ。それぞれに牛がいるとかいろいろな条件が悪条件が重なって、その結果ほとんどの方々が避難し終わったのは7月半ばです。私は8月2日に仮設住宅に移りました。それまで、まあ、私も避難を被爆を続けてきたわけです。それがこの結果がこの濃いかもしれない。まあ分かんないですけどね。まあこれもその県民健康管理調査から抽出した温度は5ミリ以上5ミリシューベルト以上被爆した人何人いるのかな。その結果福島県全体で約900人全体でね、そのなんと 79% は飯舘村。まあこれも当たり前ですよね。これはでそれでですね、今8年過ぎて7年目6年半後半頃かな、機械の減少が起きてきた。私は今65歳です。わざすと同年代60代の年代の人たちがパタ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 亡くなり始まった。すべてがん。今までこんなこともなかった。私もですね65年ずっと生きてきて、そんなにこのくらいの年代の方々が年代あと1年に何人も亡くなるっていうことは全くなかった。それがパタパタパタ今年の3月3月の上旬にも私の友人60歳だ、がんが見つかったのは8月約半年で亡くなっちゃった。まあ因果関係とかそういうのは全く私は分かりません。ただ私もですねチェルノブイリにも行ってきました。そしていろいろな先生方にもお話を聞いて、一様に言う言葉が免疫力がなくなっているよと、そしてすぐに病気になるとか、そういう部分がチェルノブイリ30年後の今の子供たちにそういう現象が起きていますということを言われましたね。はあと思って私もね、びっくりしましたけども、ですから私は今私の孫たち5人います。戻る飯舘村には戻られせません。それぞれに伊達市福島市に家を作って今それぞれの道を、まあそんな中でですね、まあ、前回もやりましたけども、このように私は A であり原子力損害賠償紛争解決センター、これに申し立てをしました。これは最初はですね、まあ飯舘村に、なんでお前らこんなにおとなしいんだ、こんなことされてそれでも黙って耐えているのか、そういう言葉をみんなに書きましてですね、そして申し立てをやりました。当初私はですね約1000人くらいの人がまあ私に同調してくれればいいのかなと、そんな思いで始まったんですけども、結果的には3070人、飯舘村の人口は全部で6300人、約半数の方々が私に同意をしてくれたんです。そして申し立てをやりました。このようにですね、謝れ、迷え、迷いっていう実は償いっていうもんですけども、同じような言葉で飯舘の方言で迷えっていう言葉があるんですね。謝れ、迷え、開催ふるさとを飯舘村と、このような横断幕を掲げてですね、みんなで飯舘村民歌を歌いながら
申し立てをやりました。あれから4年半さあり前に進まない。でもそういう中でも去年の11月12月頃にようやく動き始まりました。しかし我々が求めていた初期被爆に対する賠償とか、ね、ふるさと喪失とか、あとは農地の差額の賠償とか、そういうものは一切認められなかった。もう3000人ですからね、当然もやっぱりそういう波及を恐れたんでしょう。しかしそんなことは分かってはいらないという思いでやりましたけども、そういう中で ADR センターもセンター、我々に対して東電が飲まないような和解案は出せません。なんだこれ、東電よりじゃねえ。さらに東電からはですね、初期被爆について、あなた方が被爆したのは飯舘村が悪いんでしょ、行政が悪いんでしょ、こういうこと言われた。というのはですね、あの当時飯舘村では全村見守り隊を組織したりね、そしてあとは村で誘致した企業を残すんだって村長さんが一人でわめいてた。そういうことによって被爆したんでしょ。さらに我々も牛がいる、動物がいる、それぞれの家庭の事情があるということで、なかなか避難もできなかった。それについては自己責任でしょう、こういうことを言われた、ね、私もびっくりして厳重な抗議をしました。そしてその抗議の結果をちゃんと文章で出しなさいということを言ったんですね。文章で来ました。内容、どうかご理解ください。どういうふうに理解すればいいんだ。ただね、私もちょっと冷静になって、って考えると、東電の言うことも間違ってはいないんだよな。実際に村でこうやったんだから。まあ、自分は言ってもできない、おかしいなという感じはしているんですけども、ね、事故を起こした当事者、加害者という意識が全く欠落している。だからですからですね、ADR も浪江町もやりましたけども、それもダメだった。今度は訴訟に入るようです。我々もこの訴訟の準備をこれからしなくちゃいかんなと、そういう思いはしています。しかしそういう中でですね、やっぱりやらなければダメだという思いは強く感じました。というのはですね、そういう大きな部分は東電から全部シャットアウトされたにもかかわらず、小さな部分、家族が離散したとか、介護をしていたとか、子供がちっちゃかったとか、あと若い母親が妊娠していたとか、そういう部分については認められた部分もあった。総額11億7000万は我々が勝ち取ったという結果も出ています。さあ、そういう結果も踏まえてですね、ダメだという方々がおるわけですよ。申し立て人の個数は飯舘村で約750世帯が、世帯数であります。申し立てしました。その中の約3分の2、500世帯の人たちは何らかの形で賠償をもらえた。残念ながら残りの3分の1、約250世帯の方々はほとんどダメだ。さあ、まあ結果論なんですけどもね、それは弁護士が悪いでもない、俺が悪いんでもない、当てが悪いんじゃない、そういう結果になりますけども、そういうことを踏まえてこれから今後訴訟という段取りになるのかなと。そういう中で、今年の7月に
一応解散式をやって、その場で今度新たに新たな弁護団の立ち上げによって訴訟の準備に入るということになろうかと思います。そんな中で、まあ、飯舘村は2年前に解除されましたけどもね、今の飯舘村、今こう復興と国挙げて県挙げて騒がれております。確かに飯舘村も村の真ん中を通る県道12号線沿いは素晴らしい真新しい建物群が並んでおります。ね、これはふれあいセンター、そして道の駅、こういう箱物がどん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 、ね、立っていくわけですよ。全天候型のテニスコート、ね、総合グラウンド、人工芝、本当に村に必要なの誰が走るの今先ほどちょっと言われましたけども、今飯舘村には約1000人の方、本当の村民は約800人ちょっとの方々が帰っています。 95% 老人がここで住んでる認定保育員認定保育員ここに、ね、子供何人だ10人か、それも全部村にはいませんから、村外からスクールバスで通ってきますそしてですね、さらに先日も大変な問題になったこれオブジェ、これがですね、この道の駅の周りから先ほどのふれあいセンター合わせると約5000万そしてさらに最近に言うと1週間くらい前に問題になったのが、今度はこの道の駅の後ろ側にふれあい公園という公園を作るんだそうですね、行政で。まあ今若干工事にかかってますけども、そこにブロンズ製のベンチを置くんだそうです。3000万。誰が座るか。その原資はどこだ。ふるさと納税だ。おいおいちょっと待てよ。もうちょっと違う使い方。我々村民に対して身近な使い方、こういうハードじゃなくてソフトな使い方ができるんじゃないの、ちょっと大問題になりました。そして議員、議会では議会の予算委員会ではそれを否決した、こんなものはダメだということで否決をしたんですね。その2日後に本会議になった、裏切り者が手だね、可決しちゃった、うん、裏切る。この2日間の間に何があったんでしょうね、これは私は分かんない。そしてできるようになった、今までこのブロンズとか像とかそういう部分について、オブジェについて約8000万という膨大な金額がつぎ込まれている。それも静岡県の有名な彫刻家の全て作品なんだそうですね。議会でも問題になる。なぜそれなんだ。村長さん、私が大変のうちに行ったから。そう、まあ、ちょっとおかしいんじゃないの。行政の私物化じゃないの。そういう思いが私は非常にしてます。まあ、そんな中でですね、今度は飯舘村の今の汚染の状況、飯舘村は今刺す猿イノシシの野生の王国になっています。ですから私も営農再開の道に行くということをやってたんです、始まったんですけども、これからはこういう野生動物との戦いになるわけですね。そして汚染の状況、このように
これは杉の木なんです。なぜか杉の木だけが中に入っているんです。よその木は全部表面の皮ですので、なぜか杉の木だけが運んだから。これは広島大学で全部調査をした結果なんですけども、私もですね、おかしいなということで、今度は私は日本大学、日大の方にお願いをして、私のうちのイグネの木を、杉の木を切って検査をしました。結果は同じだった。ところが今、林野庁とか国ではですね、こういう杉の木、もう全然問題ありません。大丈夫です。言ってるわけだ。これを使って、うちを作っちゃった人までいた、ね、年から年中心拍するんだろうと私は思うんですね。そして今度は、まあ、私なんかもですね、大好きなキノコ、ところはですね、どうですか、まあ、これ2017年の部分なんです。ちょっと不明で申し訳ないんですけどもね、土だけで628から2000ベクレル、今国の基準は100です。そしてこの幅があるわけですね。幅があるというのは、同じ1メーターから1メーターの範囲から取ったキノコでもこういうふうに違うんです。だからそのために幅を持たせた。井の花だけ、まあこうだけで言いますけどもね、おそらくほれほれするようなそうでしょう。1万3000から2万8000松茸7000なんて、とてもとても。そして今ですね、今日の京都大学の山中先生なんかの話だと、今まで8年間では急激にずっと下がってきている。今度はここからこう横にこういくよと、横だーっとゼロになるには300年かかるよと。世襲も137ですので、半減期が30年と言われてますよね。まあ私もその頃まで生きてはねえとね、このようにまあ計算をして待つ。ところがここにも問題があってですね、検出限界というからくりにまた問題があるんですね。これはその機械によっても違う。ただ100ヘルサなんていうのは間違いないでしょう。これは そしてですね、この部分、これはですね、チェルノブイリの木とこです。私もやっぱり自分の目で確認しないとダメだなという思いでチェルノブイリに行ってきました。そしてちょうど行ったのは2年前の4月でしたので、ジャガイモの植え付きの時期だった。私も上着を脱いでね、俺も百姓だって手伝ったのさ。そうじゃあ、そしたら喜んでね、お土産をやるって言った。何もないんだ、キノコもらった。いや、すごく香りがいいんだけどね、キノコもらった。つまりはチェルノブイリの事故から30年後のキノコですよ。これもらったね、持ってきて測ったもん。1287ベクレル、30年後ですよ。ですから飯舘村、まあ飯舘に関わらず福島県被災のあの辺の場所のキノコは30年過ぎても食えないということになります。国は、東電はそれだけ汚してしまったんだなと、そういう思いになります。そんな中でですね、これは私のところなんですけども、まあ私もですね、いつまでもこんなことを、まあ仮説とかね、そんなこともやってらんねえと、私でも農地もあります。そんな王朝を荒らすわけにもいかないということで、何がいいのかなということで、
いろいろ考えたあげく、この蕎麦の栽培を始めました。私の作った、これは去年おととしですか、の蕎麦。これは全部、一応は不検出という言葉にはなってますけども、18.7ベクレルということで、去年は6ベクレルになりました。だからですね、私はここに来て、この場でですね、やっぱり永田町で、先ほど下の食堂でご飯をごちそうになりました。国産米。そうじゃねえだろ。福島米を食え。ね、ざるそば、美味しそうなざるそばありましたよ。俺の飯田さんのそば食え。ね、やっぱり私はそういうふうに言いたいです。で、このそばをこう、このように巻いてね、この前には、なんともこの、言い難い風景が押せ振り込むバックの群があるわけですよ、ね、そういう中で、まあ、私もですね、農地をどうするんだということを七人、村、国、県の方に働きかけていた結果ですね、俺は農地だからそばを作るからこういう施設を作るって、もちろん安倍晋三を作ったこれね。そして今、まあ、寄って作ったからには俺もやらなくてはなんねえなという思いで今、まあ、頑張ろうと、そんな思いをしておりますけども、ただ若い人がいない、子供がいない、そういう村でですね、これからどうしたらいいのかな、ただただ私もそばを作って、まあ、そばでなり合いになろうと思ってはいません。しかし何かを捨てなくちゃいかん、そう思ってますけどもね、まあ体の続く限り、まあやらなくちゃならんなと、そういう思いですが、夢も希望もない。全く私はですね、これから孫と一緒にとか、そういうことも考えていたわけですけども、それもできない。やっぱり放射能というものは全てのものを奪う、壊す、その一言に私は尽きると、そんなふうに、まあ、思っています。ですからこれからもですね、私はです、最近こういう会場に全く呼ばれなくなったことは、ということは国がどんどんやはり、オリンピック一辺倒で、とにかく原発の事故なんかを風化させようと躍起になっているわけですね。ですから逆に我々は、まあ、我々というより私は悪者になっちゃってるんだね。まあそんな思いでおりますけども、せっかくこれね、カギボスさんもあちこちでこういうコンサートを開いているわけですから、今度はね、私もこの便乗してカギボスさんのコンサートの前座にでもしようと結果になってこうやってですけども、まあそんなことでありますけども、まあ皆さんもこれからもですね、飯舘村を一つ見守っていてほしい、そんな思いがします。まあこんなところで私のお話を終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとうございます。長谷川さん、ありがとうございました。本当に飯舘、村、それから福島の浜通り、ここの姿というのは、本当にこの原発というものの罪の深さ、それから国が犯す罪の深さ、それをずっと私たちに黙って無言で語りかけてくるようなものじゃないかなと思います。ただ無言ではダメなんで、やっぱり言葉にして大きな声で喋る、伝えていくっていうこともまた必要なんじゃないかなというふうに思います。それでは長谷川さんに続きましては、酒田市の山形県の、これから一番とこう濃いところをお伝えしようなというふうに思います。酒田市出身で白崎恵美さんという素晴らしい歌姫が
出しちゃいますんで、これからのご登場を願いたいというふうに思います。ご準備は大丈夫でございますか？ OK。 それでは世良さんちゃんです。皆様こんにちは。白瀬恵美と申します。山形県酒田市出身です。長谷川さんのお話聞かせていただきました。勉強させていただきました。何とも言えない気持ちになりますけど、もっともっとまた教えてほしいと思いました。去年は飯舘村で私が作りました東北ロケンロールショーというバンドで歌を見に行かせてもらって、ちっちゃまちゃん子供たちが来てくださって、ニコニコね笑って見てくださったのがとってもまず嬉しかったんですけど、まだ今度飯舘の子さんもお邪魔したいと思います。そして影星さん、オランの出身山形県の大先輩の方たちの、見た目は優しいダンディーなおじさまたちですけども、日本で唯一のパンクバンドじゃないかと思って私は尊敬しておりますけれども、今年も呼んでいただきました。そして今日はギターを弾いてくれます川村ひろし、よろしくお願いします。皆さん今日はずっと座りっぱなしでだんだんケツも痛くなってっていうところだと思います。今日は私が3曲歌わせていただきます。ではまずは自己紹介も兼ねまして、この歌から。東北は寒くて
ことだし、辛抱強い東北人は今こそ叫んでいいんじゃないかと書いてあったんです。オラの東北の血が逆流するようになりまして、オラはバンドを組んだんだ、東北政府の声、福島の父ちゃんの政府の声と思って、東北ロッケンロールショーというバンドを組みました。そしてまあ東北のあちこち、東京のあちこち、沖縄さを行って歌ってきましたけれども、今度はねみちゃん、それはいい考えなので、いろいろ仲間が集まってくれまして、今日は最小人数2人ですけれども、多い時にはメンバーが80人。働けと我が暮らし、楽にならざりじっと手を振る、のお父ちゃん、月夜の
Thank you.
きお話しました。まずろわぬ民、支配されない権を失い生きぶる日がねえやつら、それで無駄を作りました。こんなら皆さんも黙って座ってるばっかりでは、皆さんが今度は腹がねえまねえ番です。手拍子よろしくお願いいたします。Oh, yeah.
番大事な魂っていうのはマドロアンっていう、とにかくまあ支配下には置かれるけども決して従属しない、従わない、これがもともの魂なんじゃないかと、思います。まあ最近はもう完全にマドロのことになれてしまった人もいっぱいいるわけですけれども、まあ、いつまでもマドロの魂というのは大事にしまなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思っている次第でございます。本、詐欺人会館での集まりというのは3年間、福山康江山形県支援施設の参議院議員のお力添えによって、ここで発売ができるわけなんですけれども、今日は本当に県会議員の選挙がもう1週間に迫っております。なんとしても県政与党である、県政クラブというところの人たちを少しでも多く当選させないといけないということで、今議員の方が頑張っておりまして、今日は不在でございますが、同じようにですね、野党統一の候補として岩手から選出されました木戸口議員がこちらにいらっしゃっておりますので、ご紹介、木戸口議員でございます。新曲発表に行きたいと思いますけれども、今日で3回目ですか、人前で演奏するの3回目ですので、どんな目になるか分かりませんが、タイトルはですね、あ、丸の永田町というのになりました。で、25年ほど前にですね、雨の永田町という歌を歌っておりまして、その時登場人物がですね、辻元清美、加藤浩一、北海道出身の鈴木宗男という、なんかそうそうたるメンバーが、あ、そうですね、もうそうそうたるメンバーだったんですけど、今回書こうと思ったら、なかなかそういう役者が揃わなくてね、しょうがないんで、愛の永田町にしようかと思ったんですけど、愛はないような感じがしますね。はい、まだ3期生にはイエローの永田町いっぱいあるようですけど。まあ、ということで、今日は、安倍の永田町ということでお聞きいただければというふうに思います。ちょっと私たちだけど心もとないので、手拍子をいただいて、それでちょっと後押ししていただいて、なんとも勇気を出して歌ってみたいというふうに思います。どうぞ。とにかく憲法に手をつけた。
ジャイアントスネ夫心臓編でございます。 ジャイアンのためなら参ります。多少の犠牲はいとりません。それが友達というものです。ジャイアンにはイエス、何でもイエス、ノーなど言う。
の冷たさ骨に染みるジャイアン巻き図で北総へ見僕はボロボロ息も絶え絶えジャイアンにはイエス何でもイエスローなど言うはずありません名前は心臓をあだ名はスネ夫トランプジャイアンの靴ですおだってあげられたその気になってジャイアンの手玉に取られていますジャイアンにはイエス何でもイエスノーなど言うはずありませんジャイアンにはイエス何でもイエスノーなど言うはずありませんあと1曲で佐藤さんにつなぎましょう。はい、ということで、はいはい、それでは、この、参議院の議員会館で意見発表をやるようになりまして今年6回目になります。やっぱりきっかけは原発事故をがきっかけで本当にその福島 の, その被災地の様子っていうのをとにかくなんとか人に伝えていきたいということで始めたんですけども、その後で戦争法が施行されたりしてきまして、だんだんとこの世の中がですね妙な方向に行きつつある、うん、どうもこの戒厳の騒ぎなんか見てますとなんかこう嫌な空気が漂ってきたなという感じがします。で先ほどのあなんとかの永田町では民主主義に素晴らしかけてっていう本当にその民主民に主権があると思ってない人が今総理大臣をやってるもんですからどん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 と国の主権の方が強くなっていく国の 権力の方が強くなるそんな国になっていくんじゃないかなというふうに思います。戦争が施行された時に作った歌で、戦争を知らない子どもたちへという歌があります。私たちは戦争を知らない子どもたち戦後に生まれて、戦争というものを体験 しないという非常に幸福な時間をちょっとここまで過ごしてきたわけですけどもそれが非常に危ういところまで来てるんじゃないかなとそんな気分がありまして作った歌です。まあ戦争を知らない子どもたちと言われて私たちが本当にまあもう60代後半から70代というところになってまして、本当にこれからどれぐらい のことができるか分かりませんけどもやっぱり精一杯民主主義というものを平和というものを守っていくためにやらなくちゃいけないいけないことがたくさんあるんじゃないかなというふうに思いながらそんな思いを皆さんと共有したくて歌わせていただきます。戦争を知らない子どもたちです。僕らは戦争を知らない子どもたち戦争をしない国で生きてきたけれども平和を当たり前と思い何かをおろそかにしてはなかったかふと気づけばひたひたと戦争が僕らに近づいている戦争を知らない子供たちよ僕らは戦争を知ってしまうのか戦争を知らない
まなく戦争を繰り返し、この国はアメリカを支援し続けた。取り立ててそれを咎めもせずに、ミスもしてしまった僕らの過ち、アメリカに従うんだけど、この国は今度は自衛隊を戦場に出すのか。戦争を知らない子たちよ、僕らは戦争を知ってしまうのか。戦争を知らない子供たちよ、僕らの平和を残せはしないのか。
というふうなもの、まあ私はたまたま昭和20年までですけれどもね、昭和20年の1月19日まで、来年から別に皆さん気を使わなくて結構ですけれども18日までがおすみとピーコですね。1月15日までが落合恵子ということで、3月の13日かなかが吉永小百合で、14日が栗原小牧とかいうそれがどうしたって言われるか話になるんですけれども、1945年ですよね。私もなんか無事74歳になっちゃったんですけど、この元号というものをですね、元号廃止というのを唱えた人がいるんです。でそれが他ならぬ自民党の総裁を経験した人、石橋湛山。石橋湛山という人が戦後間もなく元号廃止を唱えています。このことは私はなんかマグマグに書いたんですけど、あまり知られてないんですよね、残念ながら。自民党の総裁をやった人が元号をいらんって言ってるわけですよ。これはあの東洋経済新報、今もある週刊東洋経済の、まあ、社長はやんないのかな、その名だたる論説家だった石橋湛山がね、元号廃止で、まあ、私がまあね、元号廃止っていうとまたねバーッていらんものが来るでしょ。しかし自民党総裁をやった首相にも2ヶ月なんだですね、石橋湛山が言ってるっていうことをね、こういう攻め方してほしいんですけど、なかなかそういう攻め方しない、まあ、石橋湛山という人はあまり知らないということも、まあ、あるのかもしれませんけど、私は湛山の評伝を書いて、湛山除名、この人だから自民党から何回も除名されかかってるわけよ。で簡単に言いますと、自民党には石橋湛山の流れと岸信介の流れがあって、岸信介の流れは一度途絶えようとしてね、全部途絶えれば一番良かったんですけど、途絶えようとした時に小泉純一郎という、小泉丹純一郎が現れてそっちが盛り返したわけです。それで逆に今度はこの石橋湛山の流れの方がいなくなっちゃった。これはまた山形も責任があって、加藤浩一があの乱をね、中折れしちゃったわけですよね。奥さんに聞いたら、加藤浩一さん中折れ得意らしいんですけどどういう話かっていう話に、白崎由美が真面目な顔して聞いてるからね、なんか意味で分かってないんだと思いますけどそれでつまりあれが加藤の乱がなけ、まあなければって言ったらあれですけども、小泉があの時加藤の乱で突っ込んでれば小泉は誕生しなかったわけですよ。だからね、山形としては全日本に謝らなきゃならないというところがあるんですね。加藤の乱の時にね、あのちょうど筑紫哲也さんがニュース2-3をやってましてね、なんか同じ省内だからさ、鷹を探せとか言ってね、どう思うかって言われてもね、まあ、一生懸命逃げたんですけど、だから加藤浩一って中学かなんかでもう東京に出てきちゃったんですよ。だから日本海の厳しい風にさらされなかったからちょっと残念な結果になったというふうに言ったら、加藤が後でね、加藤浩一があまり厳しく言ってくれなくてって、バカっちゃって、バカってないんだ何もね、私も含めてどんなにその曲がりなりにもリベラルの方は加藤も含めてですよ、一応そんなにあれでがっくりきたかっていうね、本当にもうそういう話になるわけですよね。で、だから元号廃止っていうのをね、
皆さん方も、皆さん方の言葉として伝えるとリアクションあるでしょ。紙帽子の影響だとか白崎恵美の影響だとか、あれなしょうがねえのとかって話になっちゃうわけですよ。そうではなくて、石橋丹山が言ってる。丹山なんで言ってるかって、つまりまあ世界を相手にしてですよ、大化の改新、大化元年なんつって何年かって話なんですよ。つまり世界横とのつながりっていうのを断つ話なんですよね、元号っていうのは。別に天皇生まれたら関係ないでしょ、我々にね。天皇生まれ何年に即位したって関係ないんだよ。というとまたね、なかなかこう世間歩きづらくなるんですけど、ネット右翼とかなんかすごいですからね、もう本当に。この間の関口さんもなんか完全に無視はできないみたいで、あのボンクレぐらいでサンデーモーニングと呼ばれるんですけどね。それで、もう私なんか非常に遠慮してですよ、あの近藤芳美さんっていう、まあ、有名な歌人がいるんですね。その人があの前の東京オリンピックっていうと、私が19歳の頃ですからね、74-19って言うと55年前と。その時に、まあ私なんか東京オリンピックは大体見に行かなかったですからね。あのそれでその時に、その近藤芳美さんは朝日新聞にの朝日歌壇の選者だったわけですよ。でみんなこうオリンピックにあれしたこう歌をこう寄せてくるわけでしょ。近藤さんは一切そういうのを取らなかった。日常の、それまでと同じように日常の暮らしを詠んだ歌を歌って、オリンピックの歌は一瞬も取らなかったってね。そういう、それも一つの形式でしょうと。大体あのそんなね、賄賂をやってもね、オリンピックやる必要あるのかって、私としては随分ね穏やかに言ったつもりなんだけど、日本がどうなってもいいのかとかってあのネットが騒いだとか言う、安倍の日本なんてどうなってもいいんですよ、それね、本当に。何言ってんの、国家と日本をそう簡単に一緒にしてもらっては困るっていう。近藤芳美さんはもちろん戦争体験あったでしょうから、そういうふうに今ね、そういう人いるかなっていう感じがするんですよね。オリンピックの歌、なんかこう、それから大体の東京オリンピックの時の最後の聖火ランナー、酒井義則っていう人は、確か私も同い年で、広島で被爆した人なんですよね。その人が最後の聖火ランナーだったわけですよ。じゃあ来年の東京オリンピックはね、みんなでいいと思ってるけども、ここでは言えますけどね、だってする必要ない、何にもね、あの長谷川さん言うように福島に汚染とかね、福島だけでなくてね、東日本ふざけんなというふうに思いますけれども、その辺がね、やっぱりなんかこうオリンピックで日本が良くなるとかね、大体こうオリンピックの景気の後は一時的にわーっと盛り上がるから、その後絶対落ちるんですよ。冬季オリンピックの長野もそうだったでしょ。その辺のところが本当にまあダメだなというふうに思いますね。だからなんか石橋丹山って人、自民党の総裁で首相やった人がね、言語いらねえって言ってんだってって、皆さんも密かに大々的に伝えてほしいというふうに思うわけです。しかしさっき皆さん、まあ慣れてるからあれだけど、私だって結構あの分かんないようなね、聞きにくい方言を聞いていただいて、あるいは聞いてないのかもしれませんけれども、この間の
鶴岡っていうのが庄内っていうんですけども、この庄内日報っていうのに故郷を思う司教通信っていうのを書いてましてね、まあ白崎恵美のことなんか書いたりしてて、この間のあそこは清川八郎っていう人も生まれてるんですよ。で清川八郎のことをですね、司馬太郎はかなり低く書いてるわけですね。それで私は距離のまああれだから、司馬太郎に夜書められた清川八郎って書いたんですね。でも夜書められたって今の人でも結構わかんないって、夜書めるっていうのはね、こう冷やかすと軽蔑の間ぐらい低く見るっていう。だから司馬太郎っていう人は正直言って私は嫌いなんですけれども、司馬太郎を好きかどうかで私は人間判別してるんですねまあ不安の人には申し訳ないけどもね、司馬太郎を好きだって人は、まあ、まだまだだなっていうね私と友達になれないなと、こういう感じになる浅いっていうかね、大体あれじゃ小渕恵三とかさ、日本の社長とかってみんな司馬太郎ですよ。その程度なんですよその程度の人ね。で司馬太郎は清川八郎のことを成り上がり者って書いてるね。で短編で奇妙なり八郎っていう短編書いてるんですけど、それですごく成り上がり者みたいにして書いてるんですよね。それに反発して藤沢周平は回転の門を書くんですよ、ね、だから分かるでしょ、司馬太郎より藤沢周平っていう人はもう私の友達なわけですね。それで藤沢さんは穏やかな人だから、そのはっきりは書いてないけども、はっきり司馬太郎も名指しはしてないけども、その回転の門っていう作品の後書きで山師という風な感じで書いてる人が呼ぶ人がいるけども、自分はそうは思わない、それはもうはっきり司馬の話ですよね。そういうことなんですよ。もしここに司馬太郎のファンがいたら反省してで私は司馬太郎と藤沢周平って本書いたのね。でそしたらもちろん白崎恵美流に言えば越平藤沢にひいきして書いたわけですよそしたらものすごい司馬太郎のファンって真面目なね、ほとんど上になったらつく真面目なんですよねこんな長い手紙何通も来んの。ほいで、お前は司馬の良さが分かってないとかだーとか言ってさ、この本読まなきゃよかったとか言ってるんですよ。ご苦労さんみたいな手紙で。それの、どういうことかっていうと、あれですね。さっきの話でもその明治維新ね、明治上からは明治だなどと言うけれど、収まる明と下からは読むっていうね、収まる明、収まる明と下からは読むっていう、これが松浦の民の精神ですよね。で明治維新というのはつまり改革だったのかどうかっていう、誰にとっての改革だったかっていう話なんです。で、それを非常によく表すのがその清川八郎をどう捉えるかっていうのも絡む。どういうことかっていうと、ある種の薩長と薩摩長州ですね、と徳川幕府とのある種の権力争いなわけです。ある種というか権力争いなわけですけど、
もその転換させるために薩長側は幕府が倒れれば年貢が半分になるっていうそれを流すわけでわざわざね年貢半減で年貢半分になるとで当時あの百姓がつまり8割ですから百姓がどっちにつくかということで変わってくるわけで百姓と侍の間でこれを合祀百姓と侍の間で合祀坂本龍馬なんかは合祀ですねつまりこういう人たちがどっちにつくかでだってとその当時さっきの薩長官と徳川って拮抗してるわけだからこれがどっちにつくかでものすごく変わってくるわけだそれを引きつけるために西郷が考え出したと言われるんですけども年貢半分にするでその年貢半分にするということを年貢半減令と本気で信じて動いたのがあの各地の草毛隊という草の草毛の神というでしょそうそうそうその中の一つが相良創造の何だっけ石砲隊石砲隊ってのは後でほら変な使われ方するとは朝日新聞で石砲隊を中心として各地の総合隊が年貢半分になる新政府になれる徳川が倒れれば年貢は半分になるんだということを言いふらすそれで結構合祀とか百姓が薩長の味方をするわけで抜け道を教えたりねそれで倒れた菊は栄える葵は枯れるっていう歌は知ってます勘太郎月京歌ってここで歌ってもいいんだけどまあそういう状況じゃない菊は栄える葵は枯れるっていうね葵ってのはあれでしょ徳川でしょだからつまり葵が菊に変わっただけなんでその年貢半減令っていうのを出して徳川は倒れるそしたら新政府はね年貢半分にしたらやっていけないんですよもともとだから嘘だったわけ嘘ってどっかのあれ安倍みたいに嘘をつきまくったそれで年貢半減半減を言い歩いた相良創造たちは偽官軍だと偽官軍だと言って首跳ねるわけですそうすると半分になるんだということで期待した人たちの夢はそこでも潰れるわけでしょうそれであいつらのせいで俺を晴れ晴れは知らないというふうに西郷は逃げるわけねその間その話の中に一番よく表れているように新政府って別に明治新政府って新政府にも何もなくて特に8割を占めた農民にとってはこれは裏切られた革命だったわけ裏切られた革命でその時にやっぱり吉沢秀平は裏切られた方に立つわけですね。で、司馬遼太郎は上なんですよ。そっち、西郷とか大久保の側に立つわけです。いかにも革命をやりましたよみたいな、そっちの紙芝居の話になっていく。で、ところが、吉沢秀平は裏切られた者の立場に立つから、明治維新っていうのは別に維新でも何でもない大体維新とかいうやつはほとんど偽物ですからねそういうふうに歴史の見方ってどこかどこに取るかってものすごく決定的な話なんだもうね千葉の愛読者なんてすごいですよ
分の神様を裏切ったみたいなのがわーっと書いてくるわけで、お前のはお前みたいなやつに芝が分かるかみたいなね、分からなくて結構っていう。だからそのやっぱり単純真面目な人が一番引っかかるの、芝良太郎。なんか紙芝居ってそれなりに面白いから、でも所詮は紙芝居なんですよ。歴史というものが生き方というふうなものと重なってこないね。今日この話する予定ではなかったですけど、その流れっていうのはどういうふうに転がるか分かんない。それでちょうど先週の金曜日に「噂の真相」という雑誌の編集長だった岡留康則のお別れ会。噂の真相って知ってますか？やっぱりこう見てると女性で手を挙げた人は少ないのね。下ネタ満載の雑誌ですからね。で私はそこに筆頭両断っていうのを連載してたんです。だからある種のまあ筒井康隆とかナンシー関なんかの連載とともに、まあ、ここだけで言うわけでもないですけど、私の連載がまあ看板だったわけですよね。そういうことで岡留康則のお別れ会っていうのは並みいる呼びかけ人の中で私代表っていう肩書きがついてる。それに対しては田中康夫も荒木も田原総一郎も文句は言わないわけですね。やっぱり順当なところを佐々木のことだろうとこういうことを言うな。それで噂の真相があったらね、安倍なんかもう完全に潰れてる。それがものすごく残念なんですけども、で岡留康則って私より3歳近く下なんですよ。それは年下に亡くなられるって答えるんですね。でお別れ会のはですね、最初に筒井康隆が献杯をして、田原総一郎がやられた方の代表として岡留康則というのは知ってる人、連載してる人でバサッと言っちゃうんですね。で皆さん ご承知かどうか、東京高検検事長、次の検事総長間違いないって言われた則沙汰守の女性スキャンダルを暴いて失脚に追い込んだわけですよ。新聞とかテレビとかいろんなこと言ってるとね、彼らに絶対的なタブーがある。まず検察のこと書けない。で検察ってまたろくでもないことやってるでしょ。検察が正義であるなんて全然ない。だって皆さんが簡単に覚えば、だってあまりはなんで捕まんないの、ね、あまり捕まんなくてゴーがなんで捕まるのね。あまりを捕まえられなくてゴーンは捕まえる。でゴーンの背後には、つまり今の日産自動車の経営陣の思惑ってのがあるわけですね。で日産というのは本社が横浜なんです。これは菅義偉の選挙区、官房長官菅義偉の選挙区ということですから、日産と菅の今 の日産の才川とかものすごい怪しいですね、社長と砂はくっついてるわけで、はっきり言って。それで今日本政府とフランス政府のある種の駆け引きやり取りになってる。その時に日産はつまり砂にも砂にすがりついたわけね。でも砂はだから安倍は砂で持ってるわけですよ。だから私が官房長官菅義偉の陰謀というね、川出消防主義者からすごい本出したわけ、すごい本出して胸痛いだろうけども
スマックというのはね、やはりメディア、あの総務大臣をやってるわけです、菅は。総務大臣というのは郵政省、昔の郵政省も含むから、つまり電波とかなんとかにものすごく細かく指令するわけです。だから菅の悪口はほとんど出てこない。今、東京新聞の望月磯子っていうのが頑張ってね、私も彼女を激励してるけど、他の新聞社は何やってるかっていうと、望月が突っ込みすぎると我々はあのなんかとの菅の関係がおかしくなるみたいなバカなこと言って望月を抑えようとしてる。で、本当に恥ずかしい状況なんですよ、日本の新聞テレビっていうのは。でも大体みんなの NHK って信じるのよね。でそのお別れ会の時ね、 NHK でもまあこうそこら辺は難しいところだけど NHK が来てたんですよ、岡留のそのお別れ会で。一応ほら代表呼びかけ委員のところにねコメントとかって来るわけ。絶対オンエアされないコメントを私はちゃんと喋った、一応。なんでそういうふうに一生懸命喋るかって、そう、あの NHK の中でそういうことを企画しようとしてる人のバカ者の目ですよね。それをやっぱり潰しちゃいかんと、ね、無駄な努力でもそこで喋ると。で、向こうも分かってるわけですよ。ね、お話したくないかもしれませんけどいう態度をありありとさせてね。で、いやいや、まあそう言っても私も一応昔は NHK の常連だったね。今考えられない。この間びっくりしたけど、なんかあれ例の高木仁三郎っていう反原発の本当に一番専門的でやってた人いたでしょ。高木仁三郎が亡くなった時に NHK で追悼座談会って、ね、私が呼ばれたんですよ。久米さん、四郎さんともう一人誰か。で、まあ、評判良かったらしいんです。そしたらそれを再放送しようとしたら約1名が引っかかってダメだったって。それをNHK 内部の人から聞いたの。約1名って誰でしょうね。大体その長谷川さんの話なんか聞いててもね、私なんかは反原発ってずっと前から反原発ですからね、原発賛成といった人たちがそこら辺も一つ、もう一つね、なんかこう苦いものを下ろしてほしいなと思いますよ。どっか富岡町何時だっけ、なんか原発で明るい未来とかね、わけわかんないの書いてあったでしょ。でね、やっぱり反原発唱えた人、高木仁三郎含めて一般の人たちから迫害視されたんですよ。私なんかも迫害視されましたよね。経済のこと分かってないとかね、そういうふうに言った一般の人たちはこれからは少数派、批判してて何にも得はないんだから、そこに着目する。いろんな問題、沖縄の問題でも何の問題でもね、それを、まあ、だから小泉だってね、本当って小泉純一郎だって本当すごい罪は大きいけども一応反省してて、ね、一応小泉丹純一郎も反省してて、ね、そこがね、反原発っていう、原発に賛成した人、あるいは原発に反原発と言った人を迫害視した人のやっぱり一つ反省は必要なんだろう。私なんかは迫害視された方だから思いますよ、まあ、今も迫害視されてるけどおいで、ね、そので最後に責任者として、木本責任者みたいなもんだよね、代表呼びかけにという。で最後を締めて挨拶してくれっていうスタッフたちが言うから、最後挨拶しようとして300人のうちにもう
200人ぐらいいないんだもん。それでその来てたあのマスコミもきれいになくなってるよね。でもそれでも残ってる人たちでね、その中に皆さんびっくりするような人がいる。弘中純一郎、あのゴンを保釈させた弘中さんっていうのはね、噂の真相の弁護士だったんですよ。弘中純一郎っていうのはまたこれもまた私と同い年、1945年あれが10月でね、あれがじゃない、彼氏が10月でなんか学年一つ下だね、ちょっとダメを押しておいた。彼氏は最後までいた。今一番忙しいし、それこそ1時間人と会ったらいくらとかいう人でしょ。でもやっぱり彼氏の中にその松の輪の精神があったね。だってゴーンのあれなんかおかしいんだもん。ゴーン捕まるんだったら日本の経営者みんな捕まっちゃったりますよね。で外国人なら捕まえられるんだね。小渕優子も甘利明も捕まえられないけども、あっちなら捕まえられる。そんな検察なら何信用なりますかね。小沢一郎だってあれ一瞬でもう二度目高野みたいにしてやって結局ダメだったでしょ。それでね、 NHK っていつも思い出すね、あの時にね、関原直人っていうの東京大学教授っていうのが出たの、毎日のように出てた。皆さんもう忘れたでしょ。それでね、ベルトダウンはしてないって言ったんだ。ずーっと言ったの。白い煙上がってもベルトダウンしてないって。だから私は常にね、お前の頭が最初からベルトダウンしてた。皆さん笑いますけども、その NHK に出なくなってから、あいつは東大教授辞めたわけじゃないんですよ。そのまま東大教授続けたんだ。それから NHK は彼を出した責任を何の釈明もしないでしょ。それでなんかね、やっぱりダメなんだね。私の山形なんかでもね、あの私が前より今よりもテレビによく出てた頃なんかでも、なんかこうジャンヌ・ダルクってあだ名の女の先生がいましたけどね、その人が、ね、おめえ奈美さんなんかテレビなんか出てるよ、 NHK に出てから偉そうな顔してんのとかって言うんですよ。それだけなんか NHK 進歩で、我々から見れば NHK 一番ダメですよ。それあの岩田明子なんてね、あの安倍べったりの女が出てくるでしょ、気持ち悪い。政治記者と主張して岩田明子って出てくるんですよ。岩田明子と桜井よし子の夜中の電話には安倍は出るっていう話なんだ。ね。で、あのもう一つね、やっぱり今の日本の政治を悪くしてるのは公明党創価学会です。で、この間のその岡留の別れ会でも言ったんですけども、弘中さんと話しててね、野党がだらしないと、まあ本当野党だらしないんだよね。もう私はね、今野党を批判したくないよ。したくないけれども、もうせざるを得ないようなことやるでしょう。枝野と蓮舫が揃ってなんかあの明治神宮で伊勢神宮に行ったらバカじゃねえかって言ったんだ。大体宗教伊勢神宮に行くのがおかしいよ。だって安倍が行ってる時でしょ、天皇と関係ないようなところに、なんか保守コンプレックスみたいに保守のねスケベ根性で行くわけよ。保守の票も伊勢神宮に行ったくらいでね、自民党ゴリゴリの人が立憲民主に当選なら投票なんかしませんよ。それと集団で行くって何、
信仰ってのは100歩譲って信仰で行くって言ったら一人でしょ、一人一人の信仰、集団で行くバカ。蓮舫はもともとバカだと思ってたけどもエーターでもかなりのバカだね。それとね、伊勢神宮の話で言えば、サミットの時にね、メルケルを伊勢神宮に行って連れて行こうって、メルケルものすごく怒ったわけですよ。クリスチャンでメルケルそれをどうして伊勢神宮に連れて行けんの。そのくらいのことを勉強しておけたの、枝野も。本当にもうね、頭痛くなる。希望の塔から変わった塔なんかもね、希望の塔ってのは絶望の塔だからね、本当に。小池爺様って3代でんですよ。小池ごときに騙されてどうすんの。小池に騙されるのは二階のおじいちゃんだけでいいの。それでね、あれ菅義偉、菅義偉で、これあれが秋田なんだよね。秋田、東北として恥ずかしい。秋田の生まれ。もう一つね、言うと、やっぱり明治維新の時に東北6県、新潟含めて7県の中で欧越列藩同盟ってのが作られるわけでしょ。その中で一番最初に脱落したのが秋田。だから東北の中で秋田は3段ぐらい低いよ。秋田の変身っていうんですよ。秋田からは夢もらうなとかって言うんですよ。将来を攻め込んだ。そうそうそう。ね、そういう風な話になってる。この砂っていうのはね、最初当選した時は横浜でしょ。相手はね、創価学会の青年部長かなんかやった人だった。それでものすごい学会攻撃をして当選してきたんですよ。でその後自民党と公明党が連立野合でしょ。創価学会公明党の方がなんかね、野党は野合だと、おめえ自民党と組んでるこれよっぽど野合だろうっていう。それで言った時に、次からは今度ほら公明党が菅を応援することになるわけですよ。つまり公明党というか学会だね。したらね、神奈川の学会は頭きてね、やっぱりね、池田大作の悪口まで菅がわーっと言ったわけだから、それで、ね、一度ちょっとポイって言われたらしいんですが、次の選挙の時公明党が自民党と手を組んだ選挙ですね。そして呼ばれて、神奈川の支部長みたいな学会のね、おめえ前の選挙で池田先生のことなんて言ったんだっけって言われたらしいの。1時間ぐらい攻め立てられて、でも票欲しいから黙ってて、ひたすら謝って。でそういう経験を持つ菅が今学会との最一番のパースキーパースになる。ね、節操も何もない、めちゃくちゃ。でやっぱり私はだから野党が弱いって言われた時に、公明党が野党になればいいんだって言ったら、世の中さんが、まあそれはそうなんだけど、もう完全に利権でくっついてるから自民党と離れられないっちゅうんですよ。ただ創価学会の中にはね、まだ宗教で言ってる人がいるから、池田が死んだ時に絶対あるはずなんだ、腹が。そこにグリグリグリッとこうね、亀裂をさらに入れていくって。要するに本当にね、自民党と公明党がくっついてる限り日本の政治良くならないんですよ。でそこにまたなんかね、その公明党学会のぴったりした応援団バカなやつが2人いる。佐藤勝と森田実。森田実の安倍政治を批判するふりしてね、学会べったりなの。私頭きた、この間新潟の県知事選挙の応援行った時に、
相手候補の森に行ってたんだからね、森田は。自民党と公明党に。それで森田みろりは一生懸命なんか安倍政権を批判するようなふりするわけ。佐藤勝なんてのはもう完全にね、池田大作の代弁者ですから。でそういう本が売れるのよね、また。たかまことの本よりも。世の中おかしい、やっぱり。あとなんか中立を装うね、池上彰なんかの本が売れていくわけでしょ。中立っていうのは何？右でも左でもないけど死んでるってことです、それは。でしょ？死んでる人の本だけが売れる。なんか勉強したいのかね、なんか知識を得たっていう思いになるんでしょうね。知識を得たっていう判断しなきゃどうしようもないじゃない。やっぱり岸はね、判断し、私の影響で判断しちゃったから妻に殺されちゃったんだよ。どういうことかっていうとね、岸がこう私的にやってた従来の勉強会に突然菅が来たんだって、官房長官時代ですよ。忙しい、怖いでしょ。つまり誰かが言ったわけですよね。で最初から最後まで聞いてて、いいお話を聞かせていただきましたって言って書いてたんじゃね。それで岸井なんて、だってさっき言えば石橋丹山流の自民党の保守本流だったから、私サンデーモーニングの番組で本気で喧嘩してたからね。お前はもうあれだっつってわーってやるとね、関口さんも面白がってね、もっとやってくださいとかわかかないです。でもまあ岸井はその二十歳からの付き合いだから、大学のゼミが同期だから本気でやり合ってもまあ別に回復するわけですよ。で安倍がどん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 ひどくなって、岸井が亡くなる2年前に偽りの保守安倍晋三の正体っていう本を私と出すわけね。これで岸井はもう決定的に狙われるわけです。だから私としてはね、責任がだから岸井の弔い合戦のつもりですよ、今は。私はふざけるなね、菅と差し違えるぞという感じ。やっぱりなんかね、こう組織に守られてきたから、やっぱり毎日新聞の主筆ですよね、岸井は。組織で戦ってる人一人っていうね、うちのやつがね、朝日新聞の早野徹っていうのが友達ですけど、早野さん、いや岸井さんはね、血統書付きの犬なあなたは野犬野犬か打犬みたいなこと言うんですよ。ただね、やっぱり野犬とかの強さってあるわけ。一人でもともとね、あれだから、岸井がね、変なこうデカデカと新聞広告を打たれたでしょ、名指しで、ケント・ギルバートという本当のパーね、キャラクターなんかで、それであれ、これ私は内閣官房機密費で出てると思うけどもね、それはちょっと大きくまた訴えられたりするからあれものすごい金かかる、読売と産経の一面全部使って、岸井の個人攻撃だもん。それ答えますよ、それは。そうするとね、ニュース23のキャスターを降ろされる前に、あの放送時間になる頃に、ちょっと前に何回か岸井から電話来た。で私がいないとかみさんが出てね、とね、あ、いないんだらいいんだって、つまりちょっとした精神安定剤でちょっと喋りたかったんでね。それはね、野犬はそういうことはないのか、別に。田原総一郎も自分も野犬だとか言ってたけどね。そういうふうな、今はやっぱりね、安倍をそれぞれがそれぞれのあれで覚悟を決めないと、とんでもないことになる。この間なんか、岡留はほら、朝の新さんの岡留は、右翼に桃刺されてね、だけ波にあって、
ういうことをやられなかったんですかと聞くんだよ。ちょっと頭きてさ、ね、この間なんか街歩いてたらね、もっと頑張らなきゃって言うんですよ私に。向かってきて、お前も頑張れよなんで俺だけ頑張らなきゃいけないんだったね、お前も頑張れよ、私と同じぐらいのやつに言ったらね、そそくさと逃げて、人だけ戦わせんだね、そういう感じがしますけど。で、例えば私の本をまとめて買って支援するとか、そういう支援を具体的にしろとね人にだけそれともっと頑張らなきゃって、何言ってんだって、お前だって生きてんだろっていうふうな感じもしましたけど、やっぱり陰帽子の会に集まった人はね、もう完全にもう尾行ついてますからね、もう覚悟を決めてもうやっていただきたいそういうふうな、まあね、一二の例が除いて興味を渡せば、やっぱり嫁は私と同じぐらいという感じになるから、本当に次の世代にね、安倍を渡すわけいかないんでしょう、やっぱりというふうな話で、大体よろしいでしょうか。大変あの元気が出る話です、やってよかったなという感じがあるんですが、お帰りは一つ気をつけてという感じですね。今日の催しはですね、まあ、看護師が主催しているわけですけれども、この運営はあの東京ローンの皆さんに本当に毎年お手伝いいただいております。ローンさんもいろんな企画をしてますので、一つぜひそちらもですね、行っていただければなというふうに思います。と今確認しましたけど、音響では倉田さんが豊橋から来てまして、ちょっとスタッフのルームの方で今頭下げてますけど、大変お世話になっております。今日の言語の発表の中に、その美しいと、いう言葉も出てきていますけれども、どうもやっぱり政治家の考えるというふうに言った方がいいのか、安倍さんの考える美しいというのはちょっと違うような感じがします。で、私たちは最後に美しい村ということで、上坊市 の理想郷を歌いたいと思いますので、ちょっと白崎さんお手伝いいただいていいですか、二人で。ちょっとすいませんけど、一緒に佐田子さんも歌わなくていいですから、こっちに行ってください。歌ってもらってるのか。すいません、佐田子さんどうぞ。はい、かなり長時間おしゃべりいただお話ししていただきましたので、長谷川さん、お願いします。はい、ということで、なんか青木さんが、そうだね、全然弁護士返してないんで考えてみれば、そうね、はい、じゃあちょっと一言しゃべりますか。ずっとしゃべってるよね。そうです。じゃあ簡単に、はい、金坊主の作詞を担当しております青木でございます。覚悟を決めろと言われまして、覚悟は決まってるつもりなんですけども、皆さん決めてください。お前だけ頑張るよってのはやめてくださいね。今、山形もちょっと野党が学級崩壊状態ですよね。どうもちょっとなんとこれひとまとめしないと なんともならないなっていう感じがしてるんですけど、皆さん地元もね、そんな感じかもしれないので、頑張るよって言うのではなくて、頑張らせてやってください。はい、以上でございます。ありがとうございました。節付け担当の横澤です。まあ、とにかくね、何回やらないとダメかなというようなことで、まあ、影防止としてもまた歌っていきたいなと思っています。ありがとうございました。最後に物
販担当の堀遠藤でございます。あの後ろの方に私たちの CD もありますし、あとはあの白崎さんの本なんかもありますので、よかったらぜひご愛聴いただければと思います。この2人はあの温かい拍手でいいんですけど、私の場合は 何枚何冊何円という単位で測られますので、よろしくお願いします。まあ、あのおかげもし続く限り、ここらの入場宣言がかからない限りですね、あのここでやっていきたいなというふうに思いますので、一つまたお付き合いいただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。水車が立ったこと何かどうもありがとうございました。